今こう作ろうとしているものは今周りのあるものでまず考えてみよう。ですからその部分においてこの仕事を依頼してもできるだけ最初からそのつもりでいたんで、今まであの恐竜を置いて景色を作るっていうことはなかったんで、水辺に映る恐竜、この水辺も条件がありまして、あまり掘ったりないことなく、まあ、あのアプローチを剥いだ雑草を、まあ、池の縁に盛り上げて、そしてこう水辺を作ったという。こういう大きなあのソテツなんかはプランターに入っておりまして、それを地植えできないので防水の紙で包んで廃材を使って飲み物のペットボトルとか、こうあらゆるものを入れて形を作っております。これは段ボールを積み重ねてブルーシートを巻いて、それでちょっと作り上げた遺跡の、あの山のような感じで作り上げた。ちょっと渡れるというような冒険的なものもできればさしたいなということで、こういうあの木株を作りました。ちょっと子どもたちが楽しめるということで、こうトンネルで出てきた時に恐竜がここで感知されて、まあそれで驚いてもらう。こう夏場なんで、まあ、ミストなんかをちょっと配置して、まあ、多少涼しさそういう形をあってもいいかなということで、ミストをちょっと枯れ木に巻きつけて出すようにしております。ちょっと子供たちの恐竜の足跡という形で、まあ何となくこう足跡を作って、そこの中で歩いてみて、あの楽しんでもらえるかなと思いまして。ここから恐竜展の入り口になります。8メーターぐらい、ちょっと何かあるかなというような穴蔵風にちょっとイメージで、ワクワク感っていうんですかね。ちょっと空間を狭くして、でここで三畳機でやっとボンと。まあ、三畳紀においては恐竜が現存はしてたんですけど、物自体がなかったんで、時代自体がこう区切りっていうんですか、三畳紀と時代ごとの区切りとしてこういうアーチを一応作っております。でここからジュラ紀という形で、裸子植物という鉄とか針葉樹、そういうもので構成ですから、シダとか、まあ、あの鮮やかな花ということはもう一切なく、人間の手が入ったこともない世界なんで、ここで樹齢期は終わりまして、ここから白亜紀に入ります。
まあ、白亜紀は一恐竜が繁栄した時代なんで、恐竜の数も一番多くと、植物がやっと皮質植物という種類の植物が発生するようになり、スイレンなんかはその種が発見されておりますから、まあ、それを池の中にこうやって地滝白亜紀においては池は地外性を見せるためにスイレンとハスを入れております。人間も同じメンバーが来たわけじゃないんで、毎日今日は3人今日は4人という、ですからそのメンバーによってできる内容のものをやってもらうという形で来ました。まあ、どうにかそれがまとまってできました。